今月三十日までの全国一斉の運動に合わせて。薬物乱用の防止を訴えるパネル展が富士市で開かれています。県内の違法薬物の使用状況は依然として高い水準で。昨年度は三百九十九人と。前の年より七十二人増加しています。パネル展では大麻などの薬物の標本が展示されたり。 薬物乱用による脳や体への影響が紹介されたりしています麻薬や覚醒剤などの危険性・有害性を市民に広く周知し薬物乱用を防ぐのを目的としていますこの展示会は富士市立中央図書館で明日まで開かれています